クラウド時代のウェブアプリケーション実行基盤、加藤さん、よろしくお願いします。はい、よいしょ、スライドショーを最初から再生しますと。あれ、始まってない。あ、来た。あ、お、あ、来ましたね。はよ。来てるのか来てないのか、よいしょ。今度こそ大丈夫だと思います。ということで始めたいと思います。HTTP… ごめんなさい、これじゃなかったスライドは。こういうことがあるから、直前までいじってるのよくないですね。ちょっと待ってくださいね。実は日本語で今回発表しようと思って、でも直前で英語版も作ろうかなと思ったんでしたけれど、間に合わなかったんですね。でさっきのは英語版だったんです。はい、というわけで始めたいと思います。HTTP2 時代のウェブサイト設計ということで、DNA の加図穂が発表します。ありがとうございます。よろしくお願いします。ということで、まずウェブサイトとオート速度の関係について、おさらいをしてみたいと思います。ということで、これは2009年に、マイクロソフトとグーグルが一緒に発表した、スライドから持ってきたデータです。ということでですね、これ何を言ってるかっていうと、ウェブの応答速度っていうのがいかに重要かっていう話をしています。ということで、例えばこれ200ミリセカンドとか書いてありますけど、これ何かって言ったら、200ミリセカンドの遅延をウェブサイトに足してみましたと。200ミリセカンド足すとクリック率が 0.3% 下がりましたとか、500ミリセカンド遅延が発生する遅延を足すと 1% クリック率が下がりましたとか、そういうデータがあるんですね。ちなみに、2秒レスポンスが遅くなるとですね、4.4% のクリック率が下がります。いったようなこういうデータがあるので、ウェブサイトができるだけ早くそのブラウザに応答を返していると、ブラウザのレンダリングをできるだけ早くするということは非常に重要だということですね。で、じゃあ次のデータです。でこれ何かっていうと、これ HTTP アーカイブっていうウェブ系の統計データを集めているサイトですね。ここから持ってきたデータなんですが、だいたい4年間でやっぱりデータの量っていうのは倍近く増えてますということですね。でリクエストの数っていうのはそんなに増えてなくって、4年間で80から100ぐらいまでというのが、これウェブサイトあたりの平均でデータ転送量の4年間の推移ですという感じです。で次のデータ、これはですね、インターネットのバンド幅がどういうふうに増えてきたかっていう話で、これ結構古い1983年から2013年まで見てるデータなんですが、エンドユーザーの使えるバンド幅っていうのは年率 50% で増えてきていますというのがあります。ということで、じゃあまあね、ウェブがだんだん重くなったとしてもバンド幅も増えてるからいいのかなって思うわけですよ。ところがですね、次のデータです。これは2011年に Google が出したということですけども、実はウェブページのロード時間っていうのはバンド幅が速くなっても速くならないんですね。これ下がバンド幅です。バンド幅が1メガの場合、2メガの場合って並んでますけども、これまあ5メガぐらいまではこの PFT、ページローディングタイムがどんどん短くなるんですよ。1メガで3秒ちょいかかっていったページロードが、5メガになるとまあ 1.4 秒ぐらいになるっていう感じですね。でもこれが10メガになっても 1.35 秒とかかかるんですよ。これ裏で何が起きてるかっていうと、実はたとえ10メガの接続があったとしても実行バンド幅は 1.6 メガ BPS ぐらいだと言ったようになってますということですね。で、じゃあ一方でもう一つの指標ですね。今度レイテンシーを減らしてみましたと。言ったことをやるとですね、実はレイテンシーが、短くなれば短くなるほどページロードタイムっていうのはどんどん短くなっていきますということで、ウェブページの表示速度に影響するのはバンド幅の時代っていうのはもう終わったんですね。今は、このレイテンシーが問題になっていると
いったような時代に2010年代になって入ってきていましたというのが我々のウェブページの速度と、現状ですということですね。でじゃあなんでそうなのかという話をしたいと思います。で、まあ、HTTP1.1 皆さん、よく使っていると思いますけども、よく慣れていると思いますけども、まあ、HTTP1.1 はご存知の通り、そのリクエストを投げたらレスポンスを、ね、待つんですよね、 TCP 接続が。だから 1RTT の間に1回リクエストを投げてレスポンスを受け取るってことしかできないわけですね。だからどうしても時間がかかる。で、そうなると、たくさんのリクエストを投げるとそれだけに時間がかかっちゃうから、複数の TCP 接続を貼るわけですよね。ブラウザーは1つのウェブサイトに対して6本同時につなぎます。そうなったら、あ、 1RTT の間に6つもリクエストをくれるなみたいな話をするわけです。まあでもそれでも遅いわけです。で、まあ、じゃあそれを解決するのどうやるのって言ったら、みんな HTTP1.1 にパイプラインあるよねみたいな話をするんですが、パイプライン、実際問題としてなかなか使い物になっていません。理由がいくつかあります。第一の理由っていうのはここに書いてありますけれども、その接続が切れた時にどのリクエストまでサーバーに届いたか分かんないんですね。例えば10個パイプラインのリクエストダーッと送って3つ目が返ってきたところで接続切れましたと、残りの7つはサーバーがハンドリングしたけどレスポンスが来なかったのか、それともサーバーがそもそもリクエストを受け取らなかった、処理しなかったのか分かんない。もしサーバーがリクエスト処理してたら、例えばそれがポストだったらどうします？もう二度と送っちゃダメですよねとか、そういったような判断っていうのができないというのが、パイプラインが使えない第一の理由です。で、第二の理由としては、その先行するリクエストの処理に時間がかかっていると、あとのやつがブロックされるって点ですね。で、三つ目としては、まあ、そういう理由でそもそも使われてこなかったので、相変わらずサーバー実装にバグがあるというので使いづらいと、まあ、この3つの原因があってパイプラインは使われていません。で、じゃあレイテンシーもっと短くできないの？レイテンシー短くしたら速くなるんでしょう、そう思うわけですけども、レイテンシーを決めてるのは光の速度なわけですね。なので、まあ、未来英語速くなることはないでしょうという話になります。で、光ファイバーだったら大体屈折率があるので20万キロパーセックぐらいなんですけども、それでアメリカまで往復すると、まあ、どうしても82秒かかるとかですね、そんな風になってます。で、これは変わらないということですね。あと最近はね、みんなスマホでネットにアクセスしたりしますけども、スマホっていうのは結構レイテンシーが大きいんですよね。で、例えば LTE だったら50ミリセカンドぐらいありますということで、従来の PC だけ考えてればよかったんだったら、例えば日本国内だったら早かったわけですよ。日本国内 PC、特に東京圏につながると思ったら、まあ、10ミリセックとか20ミリセックぐらいのレイテンシーだったのが、突然モバイル回線が出てきて、日本のウェブ屋さんたちも50ミリセックとか、あるいは場合によって100ミリセックぐらいのレイテンシーを前提にウェブの設計をしなくちゃいけなくなったということで、レイテンシーはむしろ大きくなってますということですね。まあ、ウェブが遅くなってきているということを意味するわけです。では、これやばいな、どうしようっていうのでみんな考えるわけですね。で、解決策として何をやればいいか明確ですね。レイテンシーに負けないようなプロトコルを作ればいいということで出てきたのが HTTP2 なわけです。まあ、こういう背景があって HTTP2 が出現したということは必ず押さえておくべき背景知識かと思います。で、じゃあ HTTP2 どういうふうになっているか、どうやって出てきたかという話をまあざっくりするとですね、 Google さんが Chrome で実験していた Quick っていうプロトコルをベースにしていますということで、今年の5月に標準化されましたということですね。で、技術要素として大体5つぐらいありますということで、第一がまずプロトコルのバイナリーであること、第2がそのリクエストをいっぱい送って同時にいっぱい受け取れるというその多重化の仕組みですね。で、3つ目として、ヘッダーを圧縮します。で、4つ目が優先の制御で、5つ目がサーバープッシュですというふうになってますということで、それぞれについて解説していこうと思います。で、じゃあ、そもそもなんでバイナリーなんだっていう話なんですけども、これは第一の目標は、脆弱性を防ぐってことですということで、 HTTP1.1 の、パーサーとか書いたことある人何人ぐらいいますか？ HTTP1.1 書いたことあるよ。そうですね、まあ、ちらほら手が上がるわけですけども、 HTTP1.1 って実はちゃんと書こうと思うと難しいんですね。っていうのはテキストだからみんな結構適当に書いちゃうんですけど、例えばコロンの前にスペースがあったらどうかとか、改行が CRLL じゃなくて NF だったらどうかとかですね、その辺の、パーサーによる解釈の差っていうのが微妙にあるわけですね。で、この解釈の差があるところをついてですね、例えばプロキシーとウェブサーバーの間で解釈が違うから、そこで何か攻撃するみたいなですね、そういうリスポンススプリッティングアタックっていうような攻撃がですね、いっぱいあったといったような背景があって、いや、もっとバイナリーにして明確にしろよっていうのが、バイナリーになった一つの理由です。
でもう一つの理由っていうのは、定量データ量の低減ですね。そのさっき多重化って言いましたけども、細かな流度でいっぱいこのデータ投げて、次これ投げてみたいにやろうと思うと、それぞれのデータのつけるっていうんですけども、単位につけるヘッダーができるだけ小さい方がいいですよね。テキストで例えばこのヘッダーは何バイトあるよとか書いてたら、それだけ結構でかくなりますから、まあ、そういうそのオーバーヘッドを減らすためにもバイナリーにした方がよかったということですね。で、3つ目の点としては、さっきヘッダー圧縮するって話してましたけど、どうせヘッダー圧縮してバイナリーするんだったら、全部バイナリーにしちゃえばいいから。という、まあ、その3つの理由ですということです。で、まあ、そのさっき、転送単位が小さいって話をしましたけども、それこのフレームっていうのに格納しておく感じです。ということで、すべての HTTP2 のデータはこのフレームヘッダーをついて、この後のフレームペイロードってところにいろんなデータが入っている感じですね。固定帳で、24ビットのレングスリープがあって、その後に、なんか接続悪いのかな、ちょっと待ってくださいね。いや、接続じゃないですね。なんか画面が切り替わったんですね、ウィンドウが勝手に。やだなぁ。はい、すいません。はい、まあ、こんな感じの構造になってますということで、さまざまなフレームが実際に使われてますということで、これフレームタイプで違うんですね。まあ、データとかヘッダーズとかいろいろあるわけです。まあ、これは、なんか書籍なり見れば載っているので飛ばします。ということで、まあ、実際の通信フローはどんな感じか、まとめてみましたということで、例えば example.com にゲットを飛ばす感じですね。向かって左側の方が、まあ、HTTP1.1 の皆さん、おなじみの感じだと思います。でこれに対して右側が対応する HTTP2 のやり取りです。ということで、まず最初にリクエストでヘッダーズフレームっていうのを送って、そうするとサーバーが今度やっぱヘッダーズフレームっていうレスポンスヘッダーを返してきて、その後にデータフレームっていう受信データですね、データの HTML とかが入ってるといったものを返してくるっていう形だと思います。で、あと注目すべきところとしてはですね、HTTP1.1 の頃は get スラッシュ HTTP1.1 とかですね、そうですね、リクエストライン、あるいはレスポンスラインですね、HTTP スラッシュ 1.1200OK っていうような、そういったものがありましたけども、HTTP2 ではこれも全部ヘッダーに入れますってことで、このヘッダーフレームの方の例見てもらえばいいんですけども、コロンメソッドみたいなヘッダーで get ってやったり、コロンスキームが HTTPS とか、コロンオーソリティが example.com とか、あるいはコロンステートですね、が200とか、こういった形で、全てヘッダーでリクエストレスポンスを表すようになっていますということです。まあ、言っててもよくわからんというところもあると思うので、ちょっとここでデモをしたいと思います。HTTP2、バイナリになって、手打ちができないみたいな話があると思うんですが、H2I っていうコマンドがあってですね、Google のブラッド・フィッツパトリックさんが開発してるやつですね。で、まあ、それを使うとですね、こうやって手で試すことができますということで、今、Google.com の443につなぎましたと。ということで、リクエストを送るにはヘッダーズってやるんですね。そうなると HTTP1.1 でリクエストを入れろって言われるので、まあ、ホストヘッダーとあと適当なヘッダーをつけたりして送ります。やるとですね、ここで出ているのが、実際に送られた、まずヘッダーズフレームですね。オープニングストリーマーに1って書いてあるのの下にオーソリティが www.google で、メソッドが get でパスがスラッシュで、ハローってヘッダーがワールドタイムで、まあ、こういうリクエストを送ります。こういうヘッダーズフレームを送ればそれがリクエストになります。ということで、その次に出ている、フレームヘッダー、うんちゃらかんちゃら0.5.1.80 っていうのが、まあ、サーバーからのレスポンスですということで、コロンステータスが30と、つまりリダイレクトが返ってきて、でまたあとヘッダーがこういうヘッダーがぐちゃぐちゃぐちゃって返ってきて、で、下から2番目にあるそのフレームヘッダーデータっていうのがその302リクエストについてくる、まあ、実際の HTML ですね、まあ、この HTML が返ってきたみたいな感じで、H2I っていうコマンドを使うとこうやって、HTTP2 でも手打ちすることができるので、皆さんやってみたら、ちょっと親しみが湧くんじゃないかなと思います。はい、ということで、H2I コマンドの説明は終わりましたと。ということで、じゃあ次、多重化の話をします。ということですね。さっき HTTP1.1 だと、まあ、多重化が最大 TCP 接続の数で6とかだから遅いって話をしましたが、HTTP2 の場合は、同時に100以上のリクエストを発行できるようになっていますと。ということで、まあ、多重度が高いですねって感じですね。で、なおかつその任意のタイミングでリクエストを送れます。
ということで、例えばこの例ですね、見てもらえば分かると思うんですけども、最初にヘッダーズっていうリクエストですね、ストリーム ID、1番のリクエストと言います。それから次に3番、別のリクエストを続いて送ってます。ということで、そのリクエストを2つ送ると、まずレスポンスのヘッダー、サー1っていう、今度逆の順番で返ってきてますね、サーバーから。そしてデータも3番のデータ、1番のデータ、また逆の順番で返ってきたりして、そこで今度はさらにリクエストが、ヘッダーズの新しいリクエストが送られてます。でまた1番、3番、5番、1番、5番みたいな、そういう形で、もういろいろ混ぜこぜにリクエストを投げたり、レスポンスを受け取ったりすることができますというのが HTTP2 の多重化の仕組みです。で次ですね、ヘッダー圧縮の話に行きたいと思います。でヘッダー圧縮、HTTP1.1 のヘッダーって実は結構大きいんですね。で例えばリクエストを通常のウェブブラウザで送ると、まあ、大体少なくとも300バイトあります。でさらにここで皆さん Google Analytics とかなんか使ったりとか、あと他にもクッキーですね、ログイン用のやつとか使ってると思いますけど、こういうのを使うとさらに500バイトになったりとか800バイトになったりとか、まあ、どんどん大きくなりますということですね。でさっき、HTTP2 だと同時に100本ぐらい接続貼れるよって話しましたけど、じゃあ例えば100本接続貼りましたと、でリクエストが1個300バイトでしたとしたら、それだけで30キロバイト取っちゃうわけです。そんなでっかいデータ流してたら帰って遅くなるんじゃないのっていう話ありますよね。だったらもうヘッダーを、ね、小さく圧縮したいですよねっていうので、 HTTP2 はヘッダーを圧縮するようになってますということです。で、まあ、具体的には HPAC っていう仕様になってるんですが、技術的にこの3つの要素を組み合わせたものですということで、静的ハーフマン圧縮と、あとはそのこれこのヘッダーは直前に出てから3つ目ですとか、あ、ごめんなさい、3つ前に同じヘッダーがありましたとか、あとは例えば、コロンステータス200みたいなのってのよく送るので、まあ、その辺は固定テーブルのインデックスで表現したりとか、まあ、そういったような仕組みになっていますと、いうことで、まあ、じゃあ実際にどんな感じで圧縮されるのか見てみましょう。想定例としては、まあ、example.com にアクセスしたら、そこから HTML が返ってきて、で、banner.jpg と icon.png っていう2つの画像ファイルをリクエストします。まあ、そういう単純な例で、HPAC がどういうふうに機能するか見てみましょう。まず、最初のリクエストですね。まあ、こんな感じになりますということで、まあ、メソッドはゲットでパスはスラッシュですみたいな感じですね。で、これ Firefox でデータ取ってるんですけども、ユーザーエージェントはまあこういうふうにダラダラダラってあって、あと、まあ、アクセプト変化がつきますとか、あと、まあ、これ、自分は日本語環境で使っているので、アクセプトランゲージが JA で、それから英語でみたいなとかですね、アクセプトエンコーディングみたいになってます。で、これがどういうふうに圧縮されるか。見てもらえば、この、ちょっと待ってくださいね。あんまいけないか。ですね。はい。まず、メソッドゲットっていうのは、HPAC で圧縮すると0ギっていう1バイトになります。で、このスキーム HTTPS、これも今よく出てくるやつなので、0だなっていう1バイトになりますみたいな感じですね。で、オーソリティコロンエグザンプル .com っていうのは、静的ハグマンで圧縮されるので、まあ、ああいう感じになります。あれは10バイトですね、になります。でそれからパススラッシュっていうのも、まあ、これもよくあるので1バイトになりますとかですね。ユーザーエージェントはまあ46バイトですとか、アクセプトは50バイトになります。まあ、あと、アクセプトエンコーディング、GZIP デフレートっていうのは、まあ、よくあるパターンなので、これ1バイトで表現できますみたいな感じですね。で、こうやって見てもらえばわかりますけど、大体HPAC で最初のリクエストのサイズっていうのは半分ぐらいになります。うん、まあまあですかね。じゃあ次、続いてバナー JPG へのリクエストが飛びますということでですね、これを見てみると今度はこのオーソリティコロンエグザンプル .com っていうヘッダーは1バイトになってるんですね。1個前のリクエストで送ったヘッダーだから1バイトで表現できるわけです。今度は、直前の C1 だからいくつだ、3つ前に送ったヘッダーと同じだっていうのが C1 っていうそういった形で1バイトになります。で、パスは今回またさっきスラッシュだったのが今度バナー JPG だから、まあ、ハフマンでエコーディングされます。で、ユーザーエージェントさっき送ったのと一緒だからやっぱり3つ前だよってことで C1 1バイトになりますみたいな感じですね。で、まあ、アクセプトヘッダーは今回、画像向けのリクエストなので、アクセプトヘッダーの中身が変わってるので、まあ、こんな感じになりますみたいな感じで、ただ、サイズを比べてみると、圧縮前300バイトだったのが直前のリクエストの情報を使いますことで62バイトまで減りましたということで、まあ、5分の1ぐらいですね。だいぶ HPAC、効いてきましたねということで、じゃあ次のリクエスト icon.png のやつ見てみましょう。なんかすごい小さいですね。298バイトあったのがわずか17バイトになります。だいたい 5% 強ですかね。なんでこんだけ小さくなるかって言ったら、直前のリクエストと違うところってパスは icon.png になってるところだけなんですね。
後の変化っていうのは全部一緒だからそれぞれ1バイトになりますということで、こんだけ圧縮率が上がりますということですね。はい、まとめます。サイズがこういうふうに変化しましたということで、最初のスラッシュは 50% でしたと。バナー JPG2 つ目のリクエストは 20% になりましたと。で3つ目のアイコン PNG が 5% ぐらいまで縮みましたということでですね、で、まあ、最初のリクエストでもまあそこそこ縮むし、特に画像とかそういったものですね、 CSS とかそういったものへのリクエストが繰り返す場合っていうのは猛烈に縮みますということで、皆さん喜んでください。小さなリクエストをいくら送っても HTTP2 なら遅くなりませんということですね。で、まあ、ここまでのまとめとしては、まあ、まず多重化があって RTT の影響が減りましたということと、変換圧縮によって、まあ、通信量が減りましたよというのが HTTP2 のメリットですとりあえずということで、じゃあ実際にそれを体感できるデモを見てみましょう。これちょっと待ってくださいね。こっちだ。はい、見てみましょう。よいしょ。ちょっとアクセスしますね、あるウェブページ。これは実際のベンチマークを、撮ってるページなんですが、この2枚の画像ですね、左は HTTP1.1 です。右は HTTP2 です。ということで、こういう小さなファイルがですね、いっぱいあるような速度ってのは全然違うわけですね。一瞬出てきたのがその HTTP2 だとリクエストを全部多重化して一気に流せる、あとヘッダーが小さいからバッと出てきます。 HTTP1.1 っていうのはそうですね、あのリクエストの並走性が少ないしリクエストサイズもでかいのでどうしても時間がかかるわまあこういうこともありますよね、はい、残念な結果になってますはい、気にせず次に行きましょうはい、ですね、 HTTP2 の、良さっていうのは、まあ、そこで終わらないわけですということで、優先の制御の話をしたいと思います。 HTTP2 は、例えばその画像とか、そういったものより CSS の方が早く送りたいなとか、そういったことができるようになってますということで、技術的には2種類の方法を組み合わせていますということで、1つが重み、ウェイトって呼ばれる方法ですね。で、もう一つが依存関係ってやつで、これを送ってからこれを送るみたいなですね、そういったような、ことを、宣言できる仕組みっていうのが入ってますということで、重要なポイントとして優先度を指定するのはクライアントの仕事です。クライアントがあれ先にくれ、これは後でいいんだろうというわけですね。でそれに対してサーバーは、クライアントが指定してきた優先度を、まあ、尊重しましょうと、そういった形の指定になっています。で、まあ、じゃあ実際それどれぐらい早くなるか、これ Firefox の場合ですけども、まず上から HTTP1.1 で、2つ目がスピーディー、これ優先の制御は効いてません。で、3つ目が H2O ですと、HTTP2 ですということですね。で、まずこの赤いところまで見るとですね、そのロード側の時間っていうのはそんな変わらないんですね。むしろ HTTP1.1 の方が DCP 接続を複数使えるからちょっと早いぐらいみたいな感じですけども、一方でそのファーストペイントって、ブラウザが最初にこういうページを描画するまでの時間っていうのは、HTTP2 が圧倒的に速いんですね、この青いやつですけども。なんでこうなるの？さっき CSS とか、まあ、JavaScript の方が画像にも優先して送るみたいな話をしましたけども、じゃあ実際に Firefox はどういうふうにやってるのかっていうのをちょっと見てみましょう。ということでですね、Firefox、優先の制御ですね、接続直後はだいたいこんなような優先のグラフっていうものを書いてます。ということで、これ何にするかっていうと、リーダーっていうグループとアンブロックドっていうグループがあります。この2つの間で、バンド幅の、大体3分の2がリーダーが使います。残り3分の1はアンブロックドが使っていいよということですね。まあ、そういったような形でこのウェイトの比率で、バンド幅が決まりますということで、ただこれはこの時点ではまだ何も通信していませんと、ただ枠だけを決めたって感じですね。でここで、HTML のリクエストになりますと。なるとこの HTML のリクエストがフォロワーってところにウェイト32って形でつきます。でこれ他に通信やってる、実際にリクエストが飛んでるとこないので HTML が流れ始めますということですね。で、まあ、HTML をしばらく受信してると、ヘッドが入ってきて帰ってきて CSS と JavaScript のリンクが見つかりますよね。リンクタグとかスピットタグですね。でそうなるとですね、 Firefox はこの CSS とか JS のリクエストをこのリーダーって呼ばれるところにぶら下げますということであります。でこれどうなるかっていうとですね、ちょっと今度はサーバーの気持ちになってどういう順番でデータを送っていくか考えてみましょうということで、まずアンブロックドには何も実際通信してるやつがないので、リーダーの方だけどんどん流していきます。でじゃあリーダーの方を流そうと思うと、フォロワーのウェイトが1で CSS が32で JS が32だから、
CSS を32回投げて、JS を32回投げて、それから1回フォロワー投げる。1回フォロワー投げるときに実際何投げるかって言ったら HTML 投げるところで、まあ、CSS とか JS の方が HTML でも32倍早くあのクライアントに届くんですね。ということで、どんどん届いていきます。そうなると、あっという間に CSS と JavaScript が届くので、HTML も届いてるってことで、もうウェブページレンダリングできるわけです。タイトルをレンダリングして、で、ボディの先頭からのレンダリングを始めるっていうのが、この瞬間にできます。ということで、まだ画像も何もリクエストしてないわけですね。で、次に、ようやくボディの中にあった画像とかのリクエストを飛ばします。で、この時は HTML が32っていう重みに対して、イメージが22っていうちょっと小さめの、HTML をちょっと優先するような感じで、ウェイトを振ってます。ということで、まあ、HTML のダウンロードも続けながら、HTML のレンダリングも続けながら、一方で画像がじわじわ表示していくみたいな動作をこの時、ウェブブラウザはしています。で、次にですね、Google Analytics の JS とかってお尻についてるじゃないですか。で、そういうやつはですね、またさっきの JS とは別の形でスケジュールするんですね。まあ、それほど重要じゃないかみたいな感じです。で、そして HTML の配信が終わります。ということですね。まだ JS とか画像とかは、まあ、受信中です、みたいな感じになります。で、次に、最後にボディ祭りにあったスクリプトタグの JS も受信が終わります。ということで、このタイミングでドムコンテンツロードイベントが飛ぶみたいな感じになります。まだ画像はロード中なわけですね。で、そして最終的に画像のロードが全部終わったら、まあ、オンロードイベントが発生します。まあ、これが Firefox のやり方です。ということで、全体の図を表示するとですね、まあ、こんな感じだったわけですけども、とにかく CSS で JavaScript を先に受信して、画像を後にするみたいな、そういう仕組みがうまく働いていましたと。ということで、まあ、Firefox 早いですね、ということですね。あともう一点重要な点としては、その JS だからこうじゃなくって、JS がヘッドにあったから早くするとかですね、JS がボディにあったからこうするとかですね、リソースがどのように利用されるかに合わせてスケジュールをやってますというのがもう一つ重要なポイントになります。それに対して Chrome の場合を見てみましょう。なんか全然早くなってないんですよね。HTTP1、SPD、HTTP 全部同じぐらいです。なんでだろう。Chrome は依存関係使ってないんですね。大水系のみを、ウェイトのみを使ってますというので、こんな風な残念な結果になっています。なんで残念になるのか、見ていきましょう。ということで、まあ、HTML 受信開始しますよね。で、次 CSS と JavaScript、ヘッドにあったやつを入れていきます。で、それから画像を入れていきます。まあでも、確かに見たら CSS とか JS の方が画像よりもウェイトは大きいんですね。ただですね、画像の数が多いんです。だから何が起こるのかって言ったらですね、そこに式が書いてありますけども、画像 110× 画像の数だけですね、バンド幅を取っちゃうんですね。だから全体としてバンド幅の3分の2とか、場合によって 75% ぐらいが画像が占めちゃうみたいなことが起こりがちなんです。だから結局 CSS や JS の配信っていうのが画像がそうやってバンド幅を占めるのが遅れちゃって、ファーストペイントが速くならないっていうのが Chrome の HTTP 通実装の問題です。ちなみにですね、他のブラウザはどうか。あ、もっとひどいです。優先度制御を全くやってません。ということで、これじゃあ全然 HTTP1 に比べて速くなるはずが速くならないじゃないかということで、サーバー側で何とかしないといけません。ということで、実装はやってますということで、ちょっともう一個前に戻りましょうか。ここで CSS や JavaScript が、下にあったやつを実はこういった形のグラフに付け替えています。ということで、このリプライオリタイズブロッキングアセッツっていうオプションをオンにするとですね、なんか CSS とか JavaScript とかそういうやばそうなやつがあると、そいつを最優先で流すみたいな、内部でスケジュールの付け替えをやるようになっています。こうやることでどれぐらい速くなるかっていうのがこれです。Chrome の場合のグラフですね。この青がどれだけ短くなったか見てほしいんですけども、まあ大体、そのオプションがオフの場合とオンの場合で、そうですね、ファーストペイントタイムが3分の1ぐらい変わってきますということで、まあ、これだとそうですね、1.9 秒だったのが 1.3 秒ぐらいになると、500ミリセカンドぐらい速くなるので、あの Bing さんのデータに戻るとこれをやるだけで 2% ぐらいクリック率が上がりますということですね。はい。で、じゃあさっきまでクライアント側の優先度制御の話しましたけども、サーバー側の優先度制御どうなってるか、実は結構まだまだいい加減です。ということで、まあ、H2O はさっき言ったようなその RFC の比較に順位としたスケジュール、プライオリタイゼーションのサポートですね。あと、あのおバカなクライアントに向けて、さらに最適化するオプションというのをつけてますが、その次に一番まともな実装を持っているのが NGHTTP2 です。これはまあ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 そこそこやってくれます。
RFC の規定数、理想ではないけども、まあ、頑張ってる。で、あとのやつ、ダメです。アパッチトラフィックサーバーは、まあ、いずれやりますって言ってますけどですね。で、NGX のアルファとオープンライトスピードのデータはですね、実装がめちゃくちゃです。全然よくわかんない方法でスケジュールやってるので、まあ、悲惨なことになるかもしれませんということですね。要はサーバー側でチューニング、ブラウザ屋さんが頑張ってチューニングやっちゃうと、NGX とオープンライトスピードとかかえって遅くなる可能性があります。ということで、最悪、そのサーバーがバグバグで、HTTP1.1 使い物になりませんでしたけども、1.1 のパイプラインですね、使い物になりませんでしたけども、優先の制御に関しては最悪そうなる可能性があるので、ユーザーの皆さんは、ちゃんと実装しろよと、サーバー屋さんに言いましょうと。お願いします。はい、で、優先の制御のまとめに関しては、こういうことですね。ファーストペイントタイムが大幅に改善するので、ユーザーの体感速度が上がりますよってことですね。ただ、ブラウザ屋さんにしてもサーバー屋さんにしてもまだちゃんと実装してない人が多いので頑張ってくださいということです。で、次、サーバープッシュの話ですね。サーバープッシュ何かって言ったらですね、HTTP ってまあリクエストレスポンスプロトコルじゃないですか。だから、どれだけ速くても 1RTT はかかるわけですね。リクエストを投げて、それからレスポンスを受け取るまで絶対その 1RTT かかる。例えばアメリカに投げるんだったら80ミリセカンドぐらい。絶対かかっちゃうわけです。でも、もっと速くしたいですよね。ということで、じゃあ 0RTT でやりましょう。どうやればいいか。サーバーが、クライアントが次何をリクエストしてくるかなって予測して、どうせお前これ聞いてくるんだろ、データあげるねってプッシュしとけばいいです。ってのが、サーバープッシュです。で、対応しているサーバー大体2つですということで、H2O と MGHTTP2 のプロキシサーバーです。どういうふうにやってるかっていうとですね、まあ、ウェブアプリケーションのこのリンクコロン、レグイコールプリロードみたいなヘッダーを返すんですね。で、H2O とか MGHTTPX は、このヘッダーを見つけて、あ、そっか、この CSS をプッシュすればいいんだって判断するわけです。あ、すごいですね。早くなりそうですね。ね、なかなか使い方が難しいんです。まず第一ので、RFC が規定している実装っていうのはですね、CSS はそのプッシュしたやつは HTML に依存させろって言ってるんですね。何言ってるかっていうと、HTML を投げ終わってから CSS 投げろっていうような仕様になってるんですよ。でも、我々実際には CSS を先に投げたいですよね。HTML だけあっても CSS がないとレンダリングできない。CSS と HTML のヘッドがあればレンダリングできるので、だからこの優先順位っていうのは実は RFC が規定している通りにダメなんです。なので、H2O ではプッシュするリソースは、そのさっきのリプライオリタイズブロッキングアセットオプションと同様に、常にプッシュするやつを最優先するようになっています。で、ちなみに 1.5 からのマイム型を見て、優先の制御をやるように、さらに改善されるので、例えば CSS をプッシュしたら CSS 最優先で送り込みます。画像をプッシュしたら HTML の後に送り込みますとかですね、そういったような、サーバープッシュの細かな使い分けが H2O ではできるようになっています。でもう一個難しいことがあるんですね。例えば CSS とか JavaScript プッシュしたいじゃないですか、早くするのに。でも、キャッシュに入っている場合、ブラウザのキャッシュに入っている場合って、プッシュしたらかえって遅くなりますよね。どうしましょう。ブラウザのキャッシュ内の情報をサーバー側で分からないと、プッシュしていいかどうか分からない。でも、ブラウザのキャッシュの状態を見るために、なんかパケット流して応答待ってると、そこで HRTT かかっちゃうわけですよね。それだったら、サーバープッシュ使う意味ないじゃんって話になるわけです。はあ、どうしましょうということで、H2O では、次のバージョンでキャッシュアウェイサーバープッシュという仕組みが入ります。これ何やってるかというとですね、ブラウザキャッシュ内の CSS や JS 何があるかっていうのいう情報をサーバー側で全部トラッキングします。正確に言うとクッキーでトラッキングします。クッキーの中にそのどういう CSS とどういう JS があるかっていう情報の指紋みたいなものを取って、大体100バイトぐらいのクッキー入れて、でこれがさらに H パックで圧縮されるので、通信量に対する影響はほぼありません。ということで、H2O の、サーバーはさっきのリンクヘッダーを見つけたら、このリソースクライアント持ってそうかなっていうのを判断します。で、まだ持ってなさそうだったらプッシュするし、もう持ってそうだったらプッシュしない。そういったような仕組みが H2O の 1.5 に入ってくるので、これが入ってきたらですね、サーバープッシュ実用的になると思いますので、皆さん楽しみにしててください。そうですね、ここまで HTTP2 の話をいろいろ技術的な特徴の話をしてきましたが、大体、こんな感じですね。まず何といっても一番重要なのは、ウェブを速くする技術であるということですね。でそのための要素として、レイテンシーを隠蔽するためのさまざまな仕組みと、あと優先度制御の仕組みがありました。でまた、小さなレスポンスを
大量に流しても問題ないっていう話は、さっきした通りですね、1パックが猛烈に効きますということです。で、元の話に戻って、そのさ、Google さんのデータですね、ウェブの速度を決めているのは0.1だっていうのがありましたけども、その問題が HTTP2 では解決しましたということで、再びバンド幅が、ウェブの表示速度の、ボトルネックになってきますということですね。で、じゃあそこでボトルネックの条件が変わるっていうことで、皆さんのウェブサイト、作り方がまた変わってきます。今まで例えばアセットパイプラインとか CSS クラウドとか皆さんやってたと思いますけど、これは何かって言ったらレイテンシーを隠蔽するためだったんですね。リクエストの数を減らすための技術だったわけです。でもさっきから何度も言ってるように、リクエストの数を減らす理由っていうのはもうなくなりましたということで、むしろ例えばアセットパイプラインや CSS スプライトを使って、このページを表示するには本来いらないようなデータまで一緒にしてるじゃないですか。だからそういったデータを送っちゃうことがかえってウェブサイトが遅くなる原因になるわけです。それよりもできるだけデータの転送量を減らすようにリソースを分けた方が早くなる、そういうことですね。でもう一点はエクスパイアーズの利用です。皆さん割となんだこのスタイル CSS の後にハテナとかでなんかタグつけて、エクスパイアーズヘッダーつけて送ってやって、条件付きゲットが来ないように防ぐっていうの結構やってると思います。まあこれね HTTP2 でもやってもいいんですよ。ただ HTTP2 ならさっき言ったようにリクエストレスポンスサイズが猛烈に縮みますから、別に条件付きゲット来て304返す全然やって OK なんです。で、このハテナなんとかって実は使うのって非常に難しいんですよね。そのファイルごとに異なるリビジョン管理をやらないと、例えばじゃあ全体のですね、Git レポジトリの最終更新みたいなのでやっちゃうと、ハテナなんとか変わっちゃうことってあるじゃないですか。ファイルが同じでもハテナ変わっちゃったらもう一回リクエスト取り直しになるとかで帰って遅くなったりする、そういう点で使うのもめんどくさいので、エクスパイアーズの利用っていうのもめんどくさかったらやめればいいです。それよりは何よりも基準としてですね、転送データ量が減るか、ひたすらそれだけを考えてウェブサイトの構成を取っていくということが重要になります。でもう一点はここになる最適とはドメインシャーリングです。そうですね、ヤフーさんとか夏でしたらよく分かりますけども、アセットがいろんなサイトに置いてあるんですよね。 img.nantoka.com とか 25.nantoka.com みたいな、そういう数字がついたりしていて、これなんでやるかっていうとですね、 TCP 接続の数が稼げるからですね。ドメインごとにホストごとに TCP 接続6本だったから、ホスト10個用意したら60本貼れて、で、同時並行リクエスト60本流せるみたいな、そういう理由でみんなやってたんですけども、でも TCP 接続をまたいじゃうと優先の制御できなかったんですよね。こっちの TCP で画像が流れてて、こっちの TCP で CSS が流れてるから CSS 優先とか、そういったようなことは TCP の場合できませんということで、ドメインシャーリングやってたらかえってファストペイントが遅くなるというのが HTTP2 です。なのでドメインシャーリングはやめましょうっていうノリになってきています。でも結構皆さん、特に大規模なサイトは CDN 使ってたりすると思います。 CDN のサイトと自社のウェブアプリケーションのサイトって別のドメインだったりするじゃないですか。でそういった場合ってどうやるのって話ですけども、最近の、新しい CDN の傾向としてウェブアプリからのレスポンスも CDN 経由で返すような仕組みが入ってきています。でこれを使うと、その CDN のウェブサーバー、 CDN の中にあるウェブサーバーでそのリソースの優先順位の制御ができるので、 HTTP2 でも早く動くようになりますということで、 CDN を使っている皆さんは HTTP2 に移行する際にはそういったことができるのかどうか、CDN の方に確認したらいいと思います。ということで、まとめですね、HTTP2 というのは、ウェブを早くする技術ですということで、なおかつそのウェブサイトを早くすればページビューが稼げるというのはさっきの、最初のですね、Bing のリサーチみたいなのを見ても明らかな話ですということで、みんな知ってる話です。あと、ウェブサイトが早い方が Google の検索順位が上がりますよね。ということで、ページビューが増えます。ページビューが増えれば売り上げ増えます。ということで、何が言いたいかというと、HTTP2 にすれば売り上げ増えるので、みんな HTTP2 にすればいいと。ということで、もう一つ重要なことがあります。HTTP2 が一番早いのは H2O なので、皆さん H2O を使って売り上げ増やしてくださいと。ということで、終わりです。と言いたいところですが、もうちょっと時間があるのでおまけがあります。HTTP2 と HTTPS の話します。HTTP2 は HTTPS 限定です。なんでそうなってるかっていうと、ウェブサイトみんな暗号化すべきだよねとか、そういう政治的な話があってそうなってますということなんですが、じゃあサーバー証明書買わなきゃいけないのか高いなみたいな話ありますよね。レッツエンクリプトっていうサービスが11月16日から始まります。
ということで、これを使うと無料でサーバー証明書をもらえるようになります。皆さん首を長くして待ってください。で、まあ、ただ HTTPS 使おうと思うとやっぱ設定しないといけないですよね。サイファースまあこういったような単語がありますけど、これ4つとも聞いたことあるっていう人、まあそこそこいますね。はい、じゃあこの辺の話をちょっとしておきたいと思います。サイファースってのは何かっていうとですね、 DLS で使ってもいい暗号化手法の一覧ですということで、まあ、クライアント側の一覧とサーバー側の一覧それぞれ付き合わせてですね、どれにしようかって決めるわけですけども、まあ、これをの中で、まあ、うまいことやると、まあ、フォワードセクレシーっていうのが、まあ、効くようになりますということですね。で、じゃあそもそもフォワードセクレシーっていうのは何かっていうとですね、まあ、例えばサーバーの秘密鍵っていうのが、漏洩したりですね、あるいは10年後に量子コンピューターが発売されて解析できるようになりましたとかなったとしても、その1個の秘密鍵が解読されたからといって全部の過去の通信内容が解読可能にならないようにしようっていう仕組みです。で、フォワードシークレシーの中でもさらにパーフェクトフォワードシークレシーっていうのがあって、この PFS っていうのはもうその全てのですね、例えば TLS 接続ごとに必ず異なる暗号鍵を使うようにしましょうみたいな、そこまで推し進めたものがやっぱ PFS ですということです。で、まあここでよくある誤解としては、そのさっきの暗号化推理ですね、サイバースーツを PFS 対応のやつに設定したぞ、よしこれで俺のウェブサイトの PFS だっていうわけですね。 PFS なってませんなんでならないかっていう話をちょっとしたいと思います。まあここでセッションキャッシュっていうものの仕組みが入ってくるんですが、TLS のハンドシェイクって重たいんですよね。重たいっていうのは2つの理由で重たいです。1つは、まあ、公開鍵暗号やったら遅いってやつ、もう1つは2RTT かかるんですね。そのさっきからずっとレイテンシーの話してますけども、 TLS のハンドシェイクやるとそこだけで 2RTT かかるのでウェブサイトが遅くなると、やめたいよねって話です。で、それをやめるための仕組み、セッションキャッシュっていうのがあります。要は前回のハンドシェイクの内容を再利用して早くしようってやつですね。で、まあこれだと 1RTT になりますということで 2-1 で1減りますって感じです。で、まあそのセッションキャッシュ2種類あります。一つがセッションリザンクションって、これはサーバー側とクライアント側それぞれで使った鍵を覚えておくんですね。で、また使い回すための仕組みです。ただこれ両方で覚えておく必要があります。それに対してセッションチケットっていうのがあります。これ何かっていうと、サーバーは使った鍵をなんか自分のまた別の鍵で暗号化してやって、電子証明もつけてやって、クライアントに覚えさせるんですね。ちょっとクッキーみたいな感じです。クライアントに覚えさせておいて、で、次にクライアントが繋いに来た時に、またそのクライアントからそのチケットって呼ばれる、その暗号化されたやつを受け取って、自分で解読して使います。これ何が美味しいかっていうと、まあ、クッキーと一緒でサーバー側で覚えておく必要ないわけですね。サーバー側で覚えておく必要ないから、大規模な運用環境で便利なわけです。なので、セッションチケットっていう仕組みも入ってます、ということです。はい。そうですね。で、まあ、OpenSSL はそうだからなんですけども、多くのウェブサーバーはセッションチケットとセッションリザンクション、まあ、両方使える場合にセッションチケットを優先します。で、そうですね。ただ、問題があってですね、多くのウェブサーバーとか事実上ほとんど全てのウェブサーバーなんですけども、セッションチケットを使っている場合、そのセッションチケットを暗号化する鍵っていうのがあるわけですけども、その鍵がサーバーの動作中ずっと変わらないんですね。だからこのセッションチケットを暗号化するための鍵が流出したら、それは TLS 通信の暗号鍵を暗号化したものですから、 TLS の暗号化通信の鍵は全部解読できちゃいますということで、たとえ PFS 対応のサイファースーツも使ってても、セッションチケットの秘密鍵がバレたら全部の鍵がバレちゃいますということで、全然パーフェクトじゃないんですね。フォワードシクレシーですらないんですね。ということで、ダメです、はい。一般的なサーバーで、PFS を実現したかったらセッションチケットも切ってください。もしくは自分でセッションチケットに使うマスター鍵を定期的に入れ替える仕組みを作る必要があります。で、まあ、この辺の Twitter の URL 見ると、まあ、涙ぐましい努力が書いてあります。ああやってこうやって、ああ大変だった、大変ですね。で、まあ自分はそう思うんですが、でもう一つ、じゃあセッションリザンプション使えばいいじゃんって話になるんですけども、 NGX とか Apache の、イベント MPM ですねみたいな、そういうイベントドリブンサーバーってセッションリザンプションをメムキャシティ使ってできないんですね。だからサーバークラスターしてると、クラスター化してるとセッションリザンプションは使えないと。でセッションチケットを使わざるを得ないみたいな感じで、でもセッションチケットはその自分で頑張って鍵をロールオーバーするめんどくさいことをクラスター管理でやらなきゃいけないということで、ああ皆さん大変ですね、本当にみんなやってるのかなと思いますけど、みんなもう知らんぷりしてるのかなと個人的には思ってたんですけど、まあでもその辺ちゃんとやるべきだよねっていうことで、筒をわーちゃんとやりましたということですね。
まずウェブサーバークラスター、クラスター化したサーバー環境でも、そうですね、この H2 のところ、上から4つ目ですね、リザンプションに対応してます。ということで、まあ、リザンプション使えば自動的に PFS になりますって感じですね。で、あとはチケットに関しても、Memcached を使って自動ロールオーバーするみたいな機能が H2 なら入ってます。ということで、セッションチケットの秘密化にもどんどん変わっていくので、セッションチケットを使っても安心ですというのが H2 の特徴になってます。ということで、まあ、これ全部がついてるのは H2 だけです。で、皆さん最近 Amazon の AWS とかにサーバーを置いていらっしゃるケース多いと思いますけども、そういうケースだと結構、ウェブサーバークラスター化しますよね。なんか小さな VM2 つ借りてクラスター化しとけば、その方が効果要請だし、みたいな。で、そういったようなことをやろうと思うと、割と H2 で Memcached 使ってリザンプションやるとかですね、そういったような構成っていうのが、最適になってきますという感じです。ということで、まあ、おまけのまとめとしては、まあ、H2 は HTTP2 だけじゃなくて TLS でもいいですよということで、特にクラスター化するなら H2 を検討してみたらどうですかということです。で、まあ、ちなみにですね、こういう話は NGX の開発者でもしています。あの7月末にドイツであった会議で NGX の人たちと会ってて、なんでここのコードこうなってるのとか結構聞かれましたけど、まあ、そういったような話もしてました。で、まあ、きっと NGX もだから早くなると思います。NGX ももうすぐ HTTP2 サポート入りますし、そのさっきの、ネムキャシティ使ってセッションリザンプションも、ああ、こういうふうにやればいいのかって言ってたので、きっと入ってくるんじゃないかなと思います。ただまあ、その頃には、例えばそのサーバープッシュとか、H2 はさらに先を行ってるつもりです。ということで、何が言いたいかっていうと、まあ、そうやってお互い切磋琢磨して、ウェブをもっと早くしていきましょう。ウェブをもっといいものにしていきましょうっていうのが、H2 で目指している目標なので、皆さんも気が向いたら使っていただければなと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。何か質問のある方いらっしゃいますか。じゃあそちらに前から3列目の人、マイクが向かってますので。すみません、質問のやつを繰り返してもらってもいいですか。ありがとうございます。HTTP2 で入っているいろんな機能に関して、その H2 でどれに対応しているよみたいな一覧があるかっていう質問でしたが、そうですね、一覧は特に作ってないですね。対応していない機能があるかって言われると、そうですね、基本的にない気がしますね。もちろんその企画なので、例えば MUST とか SHOULD とか MAY とか、そのこれやらなきゃいけないとか、これはやらなくてもいいみたいな、そういったようなものがあって、そうですね、ただそのマストのものっていうのは全部対応してますし、手段のものに関しても大抵対応しているといったような感じになっていると思います。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ次の方は、あ、じゃあ隣でそのまま。先ほどの画像でも表示がされなかったのが気になってるんですけど、あれで、いや、なんかどういう問題が起きたか、なんかこういう問題かなってイメージができてるかなっていうのが聞きたいです。はぁ、あ、はぁ、あ、なんででしょうね。ブラウザの実装ちょっとおかしいかなのか、回線的な問題なのか、サーバーなのか、はぁ、あ、毎回利用した後もうまく表示なかったので、ブラウザがコネクションを使い回すけど、なんかそのコネクションがもう切れてて表示されないとか、なんかそういうのがイメージ、なんとなくイメージできてるかなとか、はあ、はい、そうですね、今やったら表示されたので、なんかサーバー負荷の問題だったんですかね、なんかみんなアクセスしてたとかみたいな気がします。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、他にも誰かいますか。はい、あ、じゃあ、ちょっと一番奥の方。現在 HTTP って、ウェブだけじゃなくて、例えば REST API だったりとか、企業間の RPC だったりとかっていうところでも使われているプロトコルだと思うんですけれども、で、
その HTTP2 でそのヘッダーの圧縮だったり、そのコネクションを使い回すことによってスロースタートを回避できるだったりっていうメリットは、そういうところでも有用だと思うんで、その使えるんだったらその使った方が、そういうのも高速化できると思うんですけど、そうしたときに、今その毎日みたいな速いサーバー側の実装はありますっていう話なんですけど、クライアント側の実装っていうのは今どういう感じなんでしょうかっていうのが聞きたいです。はい、質問内容としては、REST API とか、そういうサーバー間通信とかで HTTP2 を使いたいと、その方が、レイテンシーが隠蔽できたりするから、でその時にじゃあ HTTP2 のクライアントライブラリ何使えばいいんですか、そういう質問でしたが、いい質問ですね。今のところ HTTP2 に対応したクライアントライブラリ、1個しかありません。何か、リブカールです。はい、リブカールはそのさっき出てきた NGHTTP2 っていう HTTP2 のプロトコルライブラリを、自分に埋め込んであるので、なので HTTP1 も話せるし HTTP2 も話せますということで、リブカール、まあ、ちょっと古臭いような印象を持ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、やっぱ機能的にはその辺優れてるので、検討してみる価値があるのかなというふうに思います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあその一番端っこが多かったな、お話ありがとうございました。優先度の実装を、まあ、サーバー側でどんどん良くしていこうという話があって、多分今優先度の実装がすごい微妙なサーバーがたくさんあるという話の中で、やっぱりそれを良くしていくためには計測方法、そのスピードの計測方法というのをちゃんと統一化していく必要があると思っていて、で今回勝子さんの話ではファーストペイントタイムを計測されてたと思うんですけど、あれって、まあクロント IE だと JavaScript とかそれを計測することができると思うんですけど、 Firefox ってそれは確か実装されてなかったような気がするんですけど、勝子さん そのスライドの中で出たファーストペイントタイムというのはどのように計測されたものなんでしょうか。はい、ファーストペイントタイムの計測方法に関する説明、質問でしたが、そうですね、おっしゃる通り、ファーストペイントタイムを測定するっていうのは、ブラウザーによって難しいですということで、じゃあどうやったかっていうとですね、失礼、実際にどうやったかというと、よいしょ、実際に見せた方が早いので、見せますが、ちょっと待ってくださいね、ウィンドウが小さくて見えないや、これだ、違う、はい、ちょっと今出てこないので諦めますが、どういうふうに測定したかというとですね、ブラウザーのネットワークパネルでタイミングチャートが出ますよね、あれを見て最後の CSS あるいは JavaScript が受信されたタイミングを確認しています。そうすることでそのブラウザーのレンダリング遅延とかは無視した形で、いつレンダリング、いつファーストペイントをしうるかという指標で統一的に取るといったことをやってベンチマークを作りました。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ他に、すみません、じゃあ そこの真ん中の方、H2 をとても素晴らしいものだと思います。これから HTTP2 を皆さん使うっていう流れになっていると思うんですけれども、大体いつ頃普及すると思われますか。はい、HTTP2 がいつ頃普及するかという質問でしたが、まず、クライアント側の対応状況、Firefox、Chrome は対応済みです。Microsoft の Edge も対応済みです。サファリに関しては、秋に出る、OS10 の新しいバージョン、あと iOS9で HTTP2 に対応しますということで、主要なブラウザーがもう秋には全部対応してきますという感じです。でサーバー側に関して言うと NGX も多分秋には出てくると思いますし、そうなるとサーバーがクライアント側ともに対応するので一気に対応進むと思います。ただ HTTPS にならないと HTTP2 の恩恵は受けられないので、そこに関しては、やはりそのネッツエンクリプトが出てくるまではなかなか全体の HTTPS 化は進まないかなとは思います。ただ、そうですね、まあ、
下手をする早ければ今年の年末には世界中のトラフィックの今はちょうど1割ぐらいなんですけど HTTPS が HTTP2 が、今1割ぐらいなのが3割4割ぐらいまで上がってくるんじゃないですかね年末までにはそれぐらい早いペースで HTTPS 化 HTTP2 化っていうのは進んでいくと思います。じゃあありがとうございます。こちらこそありがとうございます。他には誰がいますか。あ、じゃあすみません、他にいる方はい、ありがとうございます。皆さん多分 H2O を使ってみたいと思ったんで、と思ってると思うんですけども、チューニングの勘どころみたいなものはこれまでの例えばアパッチとか、他のウェブサーバーに変わってくるものですか。そうですね、チューニングのポイントっていうのは、あまりありません。っていうのはできるだけあのデフォルトで、最適な形で提供しようとしているからです。なのでむしろそのチューニングするとしたら、例えばそのさっき出てきたリンクヘッダーを使ってリソースをプッシュするように指示するとかですね、そういった形でウェブアプリケーションをチューニングやるのが H2O の場合は重要になってくるかなというふうに思います。どちらかというとじゃあ、ウェブ電力 JS だったりHTML の書き方のようなことが効いてくる場合もあるってことですか。そうですね、まあその、そうですね、HTTP1 の場合は、チューニングをやるときにやっぱ送るリソースの数を減らすみたいな、そのアセットパイプラインにくっつけたりとかそういったようなことが重要だったわけですけど、本当もうデータのサイズが HTTP2 で重要なので、いかにファイルを適切に分けるかみたいな、そういったようなサイト設計が重要になってくると思います。わかりました、ありがとうございます。では次が次の方、では最後そこの2番目の、方。ウェブアプリから冒頭も CDN で開発しましょうという話が途中だったと思うんですけど、現時点で HTTP2 を使う上でおすすめできる CDN サービスってどういうものがあるかもしれません。あ、すみません、それに関しては全く知識がありません。はい、じゃあ、カズノさん、ありがとうございました。ありがとうございました。